竜気兵は、青木本由紀の小説、学習研究者間。史実のような大帝国が存在しない極東を舞台にした架空戦記の一種である。本作における歴史改編の分岐点は、漢の劉邦が強度との戦いで打ち死にしたことである。その結果として河北は強度に接見されるが、やがて戦国、七尾の末裔を名乗る者などが、次々と自立する。 カナンでも、流鳳陣営の生き残りが落ち延びた諸をはじめとして、いくつかの国が起こり、それら多数の小国が2000年以上にわたって、歯を競い続けることになる。流騎兵本編はそのうちの近世、東歴22世紀中盤に活躍した2匹の流・縁の表記将軍、騎将法と諸の武王、流飛竜を中心にした物語で、作品タイトルの流騎兵は将法が考案した。 騎馬重兵部隊に相当するのことである。学習研究者から新書版5冊が刊行されたところで第1部官となった。なお、それから4世紀後の竜騎兵の名を受け継いだ空中機動部隊を描いた同人誌版竜騎兵も存在するらしいが、詳細は不明である。作中の人名表記は大きく4通りに分かれている。 ここでは最もよく使われる表記を冒頭に記し、他の呼び名があるものは説明文中に追記する。とはあざみ、王室の姓は姫。メシコウの子孫ということにされている。両党半島の支配権をめぐって、両党紛争が続いている。縁の芝居は諸外国でも人気があり、そのせいで縁語が大陸共通語のような地位を占めている。とは、生と王室の姓は竜。初代。 高江王の頃から何度か王朝が交代している。とは、臨死、王室の姓は今日、太鼓坊の子孫ということにされている。かつては生塩と製鉄で栄えていたが、燃料源である森林の枯渇とともに衰退し、近年は海上貿易に力を入れている。神桃では、ローマ帰りの商人により、ゲルマニア風のビールが作られている。また、塩と量の軽装置である。 両党半島には生からの入植者が多く、ある程度の影響力を有している。とは、法典、王室の姓はワンアン。女神系の王朝であり、八奇襲という世襲制の軍事組織を持っていたが、将法たちの時代には、農公民や、都市生活者と同化して、実態を失っている。とは、武漢、王室の姓はハン。疾祖は、劉邦の武将、関心。 国王よりも諸侯の力が強く、実質的には連邦国家に近い。とは、金郷、王室の姓は姫。大白の子孫ということにされている。海上貿易と植民地経営で栄えている国。とは、京都、王室の姓は不明。伝説によれば、呉の王室と同僧だとされる。かつては、天皇と称したこともあるが、国際関係への配慮から取りやめた。 武家貴族の勃興とともに、王室や旧来の貴族中心の政府は弱体化していたが、海外との貿易による貨幣経済の発達により、一代限りの商人貴族や官僚貴族を取り込んで勢力を盛り返し、中央集権的な体制を立て直した。牧師の教えを受け継いだ思想集団。神による統一後は衰退したが、劉邦の死による混乱期を経て再興した。 しかし時代を経るにつれていくつもの派閥に分裂していく。総流諸石アント虎、千里をかける、横領誕生ツバメを埋め、中春に立つ総流再び、ありがとうございます。